最初みんな給水したらピッチ戻ってデモンストレーションできる人こっちで。分かんなかった。あ、ごめんごめん、こっちはこっち、ごめんごめん、ごめん。分かんなかった。1人で辺の延長線上できるだけ遠いところに5人、4人で、後ろに2人ぐらい並んで、じゃあ中に誰か1人立って、で何するかっていうと、この練習は全部2タッチアンダー、2タッチアンダーでその四角形の中に1人で、四角形の辺面、辺じゃない辺の延長線上に1人ずつ立って、その後ろに今日だとさっき数えた14人だから、後ろに2人並ぶところが、でこれ後ろに人が並んだ時はボールを出した先に移動する、で並んでない時はそのまんま止まってパスは、これをオレンジのボールは毎回中にフリーの選手見つけて出して、白青のボールはずっと外回し、で自分が扱ってるボール以外は敵のプレスだと思ってプレスがないところにちゃんとボールを出さなきゃ、これを2タッチアンダーで、しっかりボールの出し先見ないように出せるのが一番いい。この練習が一番判断力と、技術のところでちゃんと進化問われるから、しっかりあの一応セレクションの方はそこしっかりやってほしいですし、白青の選手はそこを見本を見せる、一回ちょっとやってみようか。ここだ。これ。ワンタッチ目からツータッチ目まで一番早くしよう。あ、ごめん。はい、最後これでやっててもやっぱ試合だとタッチ数多くなってダメってことあるんで、試合で最高速のタッチ数で最高速のタッチスピードっていうのを求めるとこの練習だった。最初蹴るとき軸足がガクってなった3週間ぶりだけど、あのロンドンの状況を見て蹴れるように顔上がったらその時に顔上がって踏み込んだ時に、その時に、予想の距離をちゃんと取れるように、あの、あ、ロンドン回してんな、蹴れるなってなった瞬間に、蹴ってくれば、その時にちゃんと、走り出して、オフサイドになんないような抜け方です。よし、そうだ、そうだ、そうだ、はい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 、ずらせ、ずらせ、おー、いけ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 、いまあ、みんななんかこう言葉で考えてるね、で、6対6プラス日産でワーフリーマン、みんな水は飲んだ OK、じゃあみんなしっかりまず守備のコンプのところね、攻撃の時のクリティカル、クリティカルでコンプなの、あ、コンプっていうのは同性らしくですね、なんで日産ずっとあの攻撃側なんで、それはまんないように間に立ってあげてさばいてもらう、この横幅だから後ろ4もいらないからね、キーパーから作るとき後ろ一番多くて3でいいから OK、 事件の時に2、3でもいい、守備の時シンプル6分においます、いや、2、3でいいと思う、守備、OK、じゃあ1、それであれじゃ左2、3で、ボールの逆サイドの選手が下がってくればいいって、ただそれだけだから、そやめて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 やめカモンカモン、はい、運動量落とすな、いや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 い
やるぞごめん、両方は2人ともやるぞいや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 、行くぞいや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 踏み込んだら走るんだよ。今やるぞクリティカルは踏み込んでから走ってたぞ踏み込んでからはい、そうだ最後に言う押し上げ押し上げ呼ぶよ呼ぶよボール見よボール見よナイスナイスナイスはい、1分半で残りおりなあなあなあ言うなしなしなし言うなし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 はい終了片付けよいや、いい練習した楽しいサッカーあれ West West 先にこれって運んだ後取るんだっけここで取るんだあ、いいっすよ、いいっすよ非力なところを見せちゃったグリップの問題サッカー好きだろサッカー好きだろサッカー好きなやつのドリブルしそう分かるんだ見てるやつ、ネイマール見てるやつ確かに、あの1点決めですお疲れ、最後のさ、ゲームでやっぱりあそこでね、まあ原則通りディレイしてL 字するとか、原則通り後ろはボール持たせてくれて、大悟とかも上がってて相手どんどん下がってるから、それだったらクリティカル抜けるときちゃんとウェイティングポイントから助走で踏み込んだ瞬間取るとか、そこの原則をちゃんと潰していけば、そこは今俺から言ったのは選手同士これ終わった後に集まって言うのってちょっとそこは権威力を俺が見せてほしいところなんだけど、やっぱりこれ俺が言わないと、まあ、みんなに丸投げだと思ったから俺から言った、まあ、それちゃんと持ち帰って。で、あと始まる前とかにさアップの時に翔太がさ慣れてないかもしれないけどしっかり声出してやってくれたじゃんああいう姿勢は俺素晴らしいと思うからああいうのを孤立させないみんなで声出しながら盛り上げて、うん、翔太みたいな選手がどんどん次に出てくるようなまあそういうチームにしたい、うん、じゃあそんな感じで大丈夫ですか、はい、頭でっかちになりすぎないで決められた形が結構あると思うのでそれを最初から決めない方がいいなっていうのを思いました今日一緒に決めちゃって相手が近いのに蹴ろうとしたいで当たったりっていうのが結構あったんでそういう、まあ、個人の判断とかも大事にやっていってほしいなと思いましたで、すごい楽しかったですありがとうございましたありがとうございましたはい、今日本当に寒いのありがとうございましたで、僕ユニフォームも着たんでえちょっと待ってくださいはいありがとうございます西さんのサードなんですけどいや嬉しい一番かっこいいんでめちゃくちゃかっこいいっすねはいありがとうございます大丈夫ですかねいえ頼むちゃんありがとうございます